北海道は人、自然、食べ物、魅力あふれる宝の山。その素晴らしさを木村洋二が広報大使となって全力リポート。あなたの町の広報大使、レンタル洋二。木村さん、はい、おはようございます。おはようございます。なんと広報大使として第2弾オファーいただきました。うわ、レンタル用事早くも第2弾。はい、はあ。前回の共和町の評判が良かったってことかい？もちろんでございます。やった甲斐があったね。2回目なんですけれども、世界中の皆さん、よく見てください、よく聞いてください。やってきたのはこちら、十勝の裏幌町です。今回レンタル用事への依頼が届いたのは、北海道の南東部、十勝エリアの東側にある町、裏幌町。総面積のおよそ7割を山林が占め、産業は農業、水産業のほか、豊富な資源を持つ林業も盛んに行われています。さあ木村大使、まずは裏幌町役場へやってきました。いらっしゃるんじゃない？うわ、お邪魔いたします。ものすごく体格のいい、よろしいでしょうか？どうも、失礼いたします。ようこそいらっしゃいました。町長さんでいらっしゃる、はいはい、私レンタル用事の木村洋二と申します。はい、どうも今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最初に名刺、私はもうあの名刺というものを、いやもうよくご存知と思いますので、もうなんか他の方が、はい、お前は名顔が名刺だなんて、ね、その通りですよ。すいません、はい、いただきます。と申します。水沢和弘、はい、町長さんでございます。はいはい、今日は木村洋二さんに本当に裏幌町のことについていろいろ調べて、また、はい、あのお願いすることたくさんありますけれども、今日はこれから私からお願いするのも大変なんですけれども、とんでもありません。これは裏幌町のミッションということでお願いをしたいと思います。ありがとうございます。ちょっと一つだけお願いしていいですか？はい、なんかよく調印式みたいなんで、なんかこう町の偉い方とこんなことやってるのあるじゃないですか。あれやってみたかったもんですから、ごめんなさい。すみません。撮れてます？カメラさん撮れてる？これね、はい、はい、裏幌町長からのミッションを受けた木村大使が向かったのは、裏幌町役場から車でおよそ30分、散策路を整備したルシン散策の森。この森を PR してほしいとのことで、十勝総合振興局森林室の方と合流です。ですね、今日はですね、私どもの職員で、大変森に詳しいですね、案内人を、私どもの職員ですけども、案内人を用意しております。あ、そうですか。ご紹介したい。お願いします。はい、大江野さん、はい、うわ、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介しました、新日大江野と申します。どうですか？大江野さん、うわ、大江野さん、はい、森っていうのはですね、非常にストレス解消にですね、はい、一応部分が、あ、なんか、うん、聞いたことありますよ、それ。そうですか。いや、大江野さんね、はい、実際登らせていただいて、
まあ、体験なさった方ってどんな感想を持ってらっしゃるんですか。いやですね、今回ですね、新型コロナウイルスに負けない森林散策会って企画させてもらって、やってらっしゃるんですってね、企画させてもらったんですけど、参加された方々はですね、非常にいや嬉しい、最高、気分いいわ、またやってまたやってっていうことですね、非常にですね、非常に喜んでいただいて評価を受けさせていただきました。あ、こんな時だから、うん、お家から思い切って飛び出してこのいい空気とか景色に触れるっていうことで、はいはい、本当に喜んでらっしゃる。そうですね、いや、お二人のおかげで楽しい経験できました。ありがとうございました。初冬の森を歩くなんていうのは初めてだったもんですから気持ちも良かったです。まあこの季節もいいんだけど、どうしようかな、この緑がいっぱいのね春来ますよ春、うん、いやそれがですね、今ここは葉っぱないんですけど、近くにですねまたいい場所があるんですよ。なのでぜひ行ってみていただければと思います。この目はなんか企んでますね企んでますね。あ、経験できるんですか、体験できるんですか。そうなんですよ、行ってましょうよ、じゃあ大上野さんに勧められた場所は、2005年に閉校した旧常室小学校校舎。今は常室ラボとして生まれ変わり、イベントやワークショップの会場として利用されている複合施設です。こちらで間違いないと思うんですけど、へえ、あ、カフェスペースとかあるんだ。うらうらうらららパークだってさ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はいはい、今からうららパークをちょっとご案内させていただきたいと思います。あ、そうなんですか。はい。あなた何時間ここにいたんですか。あのね、はい、森のガイドの大上野さんが、はい、こちらにお邪魔したら、もう緑がうわーって感じですよっていうことですけど、ここで間違いないですか。はい、間違いないです。こちらがその緑がたくさんいる施設になっているんですけども。そうなんですか。はい、祝オープンとか書いてあるよ。あ、そうなんですね。今月オープンしたばかりで。くすぐんですか。はい、お邪魔します。はい、これうららパーク浦幌のデジタル森林浴は、正面、左右、後方、天井の5つの面の300インチマルチスクリーンに十勝の森林を投影。映像に合わせて木々の揺れる音や鳥の声、川のせせらぎなどが流れ、風や香りも再現しています。風が吹いてんですけど、こう上からでしょ。はい、上からだよね。上から吹いてます。どういう仕組みになってんですか。ちょっとですね、仕組みはちょっと言えないんです、ごめんなさい。てかあなたが言えないんじゃなくて、上の人が言っちゃダメって言ってんでしょ。はい、じゃあ分かりました。じゃあ質問変えますけれども、どれぐらいかかってるんですか。かかってるってその何日とかじゃなくて、オープンしたばかりですけれども、はい、マニーはどれぐらいかかってんですかこれ。ちょっと そのこともちょっと言えなくて、企業秘密なんですよね。あ、そうなの。おいくつなんですか。企業秘密、企業秘密。どういう方にこちらに来ていただきたいですか。はい、そうですね、普段忙しくて
森に行けない方ですとか、うん、手足だったり不自由でちょっと森に行くことが難しい方にも、うん、ここに来て体験していただければなと思っています。あ、十分リフレッシュできると思います。ありがとうございます。ねえ、本当に大勢の方に来ていただきたいですね、はい、うん、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、冬の森林浴を楽しんで緑持って欲張ったら、じゃあここに行ってみてって言われて、本当にデジタル森林浴で季節春を体感しちゃったっていうのは、なんだろう、贅沢な一日でしたよ。さすが森の町浦幌っていう感じがしますね。大きな魅力の一つでした。こうして浦幌町でリアルとバーチャルの大自然を満喫した木村大使、本来の形を守りながら新しいことにも挑戦する素晴らしい街でした。さあ、今度はあなたが浦幌町の大自然を体験する番です。鶴じゃないですか。ほら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 、